つぼいのつぼです季節は動き、そして政治が散問動きと、ね。はい。いろいろこう、いろんな動きがあるんですが、特、え、命、ー、探偵メグちゃんから頂い,いておりますが、こんな動きもある。私は本とかですね、バッグとか、うん、アマゾンでよく買うんです。はい。 アマゾネスです、そういう人はアマゾネスいいんですよね。アマゾネス。だけやっぱり、旦那さんにも強いんですよ、アマゾネス、教授になるアマゾネスですね。もう旦那に断りもいないと、通販でいっぱい買うよいとね。で、ネットで注文できない高齢者のために、まあわしはネットを、ネットって何やと。苦手やなという。スマホもパソコンもわしはわからんという人なんかは、アマゾンはやっぱ無縁のもんですわね、行ってみたら。そううい かねまあ、なかなかね、うんあの、使わないわっていう人もいます、はい、そういうネットで注文できない高齢者のために、うん、ローソンでアマゾンの商品が買えるようになったという。 しかし、ロッピーで買うそうなんですが、ロッピー結構私が苦手なんですよね。難しいし。この人はアマゾンでパソコンは扱えて、ロッピーが扱えないことは本当はないんですけども。<laughs> まあ、慣れの問題だと思いますけれども。はい、まあ、画面がいろいろあるから、その、はい、どのあれを選ぶかということでしょう。まあ、使い方がね、ちょっとこう、慣れるまで、うん。私なんか焦燥品店はロッピーで買いました。<laughs> うん。やっぱちょっと画面見て迷いました。これはどこのあれを押したらいいのかなとか、はい、とかあ演劇かなあ、なんか、そうそうなんとか美術館かでそんなん選んでスポーツかなとかね。はい。 え選びながらやってたら、できんことはないです、こうやってメールで、アマゾンで買ってる人はね。はい、慣れな問題、うん。ということで、あの、すなわちこの方が言ってる、ロッピーはもうこれ、端末みたいなもんですよね。まあ、いわゆるあの、うん、パソコンとかと同じようなって言ってしまえば、うん、言ってしまえるような機械ですわね。うん、はい。はいはい、それがもうもともと整備されているわけですから、はい、お年寄りの方がお店に行って、 でそしてアマゾンで注文することができるようになった、はい、ということですだから、そうは言っても、インターネット、苦手やからって言ってるおじいちゃんが、ロッピーできるのかと私も思いましたけど、いろいろ。 聞いてみるとあの、そのロッピーを使って、電話でオペレーターと話しながら注文することができる、またはやっぱり分からなければ、そこには店員さんがいますから、店員さんに、うん、あの教えてもらいながら、手伝ってもらいながらやることができるっていうところからすると、うん、高齢者でも、まあ、じゃあ、使えるんじゃないか、それから大きいのは、うん、あのインターネットでショッピングするの嫌だっていう人の大半はやっぱり、あのクレジットのお金を。 使ううというクレジットカードでで使使うう、はい、カカーードを大体嫌だという人もいるし、うん、そのなんか借金するような感じになりますからね、はい、一時的な、それからやっぱり自分の番号やなんかをこういうふうにね、はい、入力したりする時のなんの不安感、昨今ですから、はい、そういう2点ぐらいはまずい、やい,やいう理由で挙げられますよね,すねこのクレジットカードに関しては、その現金支払いができるっていうところの安心感っていうのが、うん、そういった層にはアピールするんじゃないかと、うん、あと。クレジットカード持たない未成年 なんかが、うん、買い物もアマゾンなんかでできるようになるというような、それ親としてどうやと思いますけど、<laughs> ちょっとね、勝手に買われたら困るなと思いますけど、そういうこともあるということみたいですね、で今までもあの本とか商品とかを、こういったアマゾンとか楽天とか、あ,ねうん、ああいうネットショッピングで買って、受け取りをコンビニにしてことはあったんですけど、今回は受け取りだけではなくて、注文もできちゃう。うん いうところがまたちょっとこう、今までと違うところですこれは今、まあ、ここまで話しましたえ。いつからや言うんですけどこれ、静岡県でまずこれをやるぞというのが大前提のところみたいですね。はいはい、あの、全国的に展開の検討っていうのは来年度ぐらいから考えてる、うん、ということみたいなんです静岡199店舗で、えー、まず試しにやってみてというところですから、うん、もうこのあたりもやがてそういうことができるように。はい これ坪さんとさっき言ってたんですけど送料はどうなるんかなネットショッピングは送料がキーポイント、はいはい、安いと思っても送料入れたら高くなると思ううん、はい。 でもアマゾンのゾン、はい、の,の店舗が入ってくるような送料つくのもあ,るあるしあの辺どうなってるのそういう時どうやいうことでローソンの,あの物流やなんかをねいつもやってる中に商品載せてきたら、はい、送料なんかもその中にもうバーンとね、うん、取らんでもいいんと違うかというようなことやら、はい、これまだ静岡でどういうふうになるか、はい、いいのはちょっといっぺんね、はい、僕らも注目しておきたいと思います。